次の日の11月1日です。イエーイ。今日はコスプレをします。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ミッキーのコスプレをします。で、あのミッキーのコスプレでユニバーサルスタジオジャパンに行きたいと思います。ということで、あのミッキーのコスプレをするにあたってちょっと足りないものをダイソーで買ってきました。一応紹介していきます。ミッキーの耳テープです。一応あの防犯対策として11月なのでマフラーを買いました。あとこのニット帽、防寒対策でストッキングじゃなくてタイツを買いました。あとミッキーのズボン、クリスマス仕様で500円です。サンタさん衣装です。これはあのズボンだけ使おうと思います。で、お手手、これはちょっと使うかわかんないんですけど、ミッキー の, あの足が黄色なので、あとミッキーは肌が肌色なのでマスクを買いました。マスクに鼻とかミッキーのね鼻を描きたいなと思って、鼻と口を描くセットです。ちゃんと油性を買いました。で、このピンですね。はいはい、うんちします。Bye.
テディラ。すごく可愛かった。初めて見るよりも、果物がキティは可愛いです。そう、キティももちろん果物が可愛いけど、正真正銘の美女だ。ちょっとお腹空いたので何か食べようかな。ここでなんかお寿司を買えるみたいな。Thank you.